世界を変えて私戻ったのは君を守るためだけ強く願ったはずの毎日なのに胸がなぜ苦しいの無邪気に笑う君を見てる では、よくやりましたね。うん。構成は順調かな？囚人を正しく、さあ、合体です。
るべき道は。やめるのですか？見るのですか？登録で登録するのですか？あなたの奇跡です。このペルソナ相応の代価は必要。あなたの力です。もう終わりか？時間です、囚人。
どれにします？
よし。あのさ、忙しい？保管した証拠品のリストアップよ。バイトでもできそうな雑用、こんなことしてる暇ないのに。職場だとイライラが顔に出そうだから持って帰ってきちゃった。お疲れ様。片手間にこなせるほど怪盗団の件は甘くないのに、マスコミも無神経に騒ぎ立てるから聞き込みでも警戒される一方よ。先月だって情報を握ってそうな男から何にも聞けなかったわ。脅しまで試したのに。強めに問い詰めたってだけ。ああ、そうだ、私来週から修学旅行、引率の先生が事情聴取だからその代理。いいんじゃない、学校側に貸し作れるし、受験には差し障りないんでしょ。それは大丈夫。お風呂先でいいよ、私勉強あるし。じゃあそうしようかな。これでいいのね。ああ、誠。はい。歯ブラシ買いたいんだけど。あ、買い置きあるよ、棚のとこ。ありがとう。早く。嘘、もう？早いね。ゆっくり湯船に浸かる気分ではないし。あと少しなのに。あ、お姉ちゃん。何？新しい入浴剤買ったんだ。さっきの棚にあるから入れといて。Thank you.
そういえば、お手並み拝見です。これだ。やりますね。はい、これ一応やれてると思うけど。ふんふん、任せる。うわ、これ全部もらってきたの？全部ハワイ？どうせおとなしくしろってんなら楽しまなきゃ損だろ。見ろよこれ、なんかビーチででかいウミガメの見物あるらしいぜ。カメよか料理でしょ。こういうサイズの分厚いステーキ、日本だとあんまないよね。あと、マヒマヒ？なにこれ、シイラって魚？美味しいの？どこの学校もシーズンだな。うちも修学旅行なんだ。そっちはどこだ？ロサンゼルスと言ってたな。似合わない。ユウスケは日光とか奈良とかじゃん。なんだって足しになるさ。日本画の岩絵の具だって元は伝来したものだ。ハワイとロスな。お前ならどっちがいいよ。それどこの国？うちだ。もしかして飛行機怖いとか？しばらくお別れってわけか。お土産買ってきてあげるね。お、データいろいろ出てきた。ざっと見た感じだけど人為的で一連性だって。偶然廃人になるわけじゃないって意味よ。犯人がいる事件だってこと。っていうか廃人のことだけじゃないな。前から騒がれてる精神暴走事件ってのも同じ一連の事件って呼んでるっぽい。さすが誠の姉貴。全部解析するのにどのくらいかかりそう？量があるから一晩じゃ無理だな。でも旅行から戻ってくる頃にはなんとか。報酬はね、ハワイとロスの土産な。なんか双葉相変わらずすごいね。情報戦ってもハイテクで今時っていうか、ちょっと映画みたい。別に怪盗なんだから当然だろ。我が輩だって車になったり。張り合うなって。なんだと？モルガナは今のままでいいの。生意気かわいい感じ。かわいい。あんたの我が輩は。さて、続きは旅行から帰ってからだな。それまでに怪盗団人気がどんだけ高まってっか楽しみだぜ。
やあ、またね。ありがとうございます。実は します。参ります。
よし。します。
どれにするんだい？いらっしゃいませ。回答にゃー。
皆さん、こんばんは。ありがとう。結局、頭皮不正流用の真犯人が倉本の親父だってこと、週刊誌にスクープされてね。親父はこのまま政界引退だろう。もう時効なんで警察沙汰にはならないが、道義的責任があるからな。孫の弁蔵君も離党届を出したそうだ。松下が掛け合ったか、それとも党の罪滅ぼしのつもりか、あとは私の実力が試されるばかりだね。虎之助、まだ始めないのかよ。演説を催促されるなんてな。私が真犯人を知りながらその公表を求めなかったくだりも記事にされていてね。20年無実の罪によく耐えたと応援してくれる人が急増しているらしい。そんなつもりはなかったのに。近くで見ていた君にそう言ってもらうのは力になるな。20年間いろいろ苦しい思いをしたが、今度の選挙で清算できそうだよ。お、こんな時間か。そろそろ始めよう。君のお手伝いだが、今回で終わりにしよう、怪盗君。それについてあれこれ言うつもりはない。私の推測の息を出しない話でもあるからね。それを前提に聞いてもらえるのなら、今は仕事に集中したまえ。そういう時期だ。教え残したことも思い当たらない。君はもう演説の達人だよ。こんな男を応援してくれるのだからと演説術は親身に教えてきた。だがいつしか君は私の信念を支えてくれる存在になっていた。この数ヶ月の危機を越えられたのも君の助けがあればこそだ。私は政治の王道を目指す。別の道を行く君のことを思いながらだ。だがもし君がその道で困ることがあれば、いつでも力になろう。世の中を正そうとする同志として。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、太陽の究極なる秘王に目覚めたり。無人の力を何時に与えん。君ならきっとやり遂げられる。今までありがとう。よし、始めるぞ。お、吉田の演説が始まるぞ。私これ見るためにデート切り上げてきたんだから。皆さんにはやりたいがあるでしょうか。私はある若者に出会いました。彼は私と違う方法ながら世界を正そうとしていました。それは途方もなく大きな山です。私は彼と歩くことはできませんでした。ですがさよならは言いません。頂上で会うはずだから。彼はやりたいことを必死でやっています。皆さん、やりたいを見つけてください。私が支えます。それが私のやりたいことです。いいぞ虎之助。期待してるわよ。
よし。わかんねえな。よし、行くぞ。
でも
案外だね。暑いね。あのさ、そうか、答えてごらん。違うよ。よく聞け。いいぜ。いいだろう。うん。よし、じゃあ行くぞ。始めるぞ。
行くぞジョーカー。さてと、そうだな。最強気取りとか調子に乗っちゃって、今のままだとちょっと手が出せないね。一旦引いて考え直そう。ああもう、
おう。いいか。6時間以上かかるし、飛行機で寝たら？どうする？そろそろ搭乗手続きだよ。時間通り飛びそうだね。よかった。アメリカ行きのって遅れとか欠航とか多い気がするし。リュウジいなくない？ああで、でからダッシュかよ。こんな時まで遅刻？荷物それだけ？たかが4泊だろ、十分じゃね？だろ？皮肉だと思う。そろそろ搭乗ゲートに集まれって。出国前の記念写真とか撮っちゃわない？おお、いいね。頼むな、カメラマン。そしたら私も。ほら、マコトも。はいはい。ほら、早く見して見して。は？本当だ。双葉、なんでわかるの？えげつねえことしてくるな。敵じゃなくて本当によかったわね。お願いします。かしこまりました。当機は間もなく降下態勢に入ります。皆様、お座席のベルトをお締めくださいますようお願い申し上げます。Tour, how long will you stay?オッケーオッケー。 I'm Japanese。 着いた。この匂い、ハワイって感じ。 Hi, aloha。 あちらのバスに乗ってね。やべー、日本語うめー。わー、見えた、ダイヤモンドなんとか。てか、海青すぎだろ。つうか空港から思ってたけど、この匂い何？カーペットクリーナーの残りがらしい。ココナッツフレーバーなんだってさ。それに霊用のプルメリアの匂いがさらに南国っぽさを出してるってとこかな。雑学効果てめえは。
下調べはちゃんとするタイプなんだ。じゃあ安くてうまい店教えてくれ。部屋割り決めてからにしなさいよ。鍵もらわないと外行けないっしょ。俺こいつとな。坂本くんは他の組でしょ。ダメなの？天子がややこしいから。あんたはぶられてるもんね。同じ部屋でいいって人あんまいないんじゃない？うっせえ、浮いてんのはお互い様だろ。高巻さん、部屋割り決めた？まだだけど。だったら私とどう？よかったらなんだけど、自由行動一緒に回らない？うちらみんな初海外でさ、英語わかる子が一緒だと心強いなって。あ、うん、もちろん。じゃ、またね。なんでもいいから早く決めて。だったら部屋割り俺でいいかな。もう面倒だから君、三島君とで決定。とにかくバカな真似やめてね。ここは日本じゃないんだから。ここがワイキキか。さすがに人いっぱいだな。つかホテルとか高い建物多くね。綺麗すぎて人工的なリゾートって感じ。でも海はさすがに透き通ってるね。ヤシの木もいかにも南国じゃない？アンもなかなかだと思ってたけど、やっぱ外国人と比べるとあれだな。じゃみんな、お前もそう思わね？やっぱ外国人はボリューム違うわって。それよりほらあれ、ダイヤモンドヘッドじゃない？おお、バスからも見えてたな。でもなんでダイヤモンド？名産地？ネットに出てんじゃない？お、出た。昔の人が火山岩を誤解した。なんだそりゃ。ついでにワイキキのおすすめスポット調べてみよう。あ、私パンケーキ食べたかったんだ。景色のいい場所は載ってないかな。じゃあ俺らは安くて評判のいい店調べようぜ。ねえ、球体いじって喋って、これじゃ日本と変わらないわね。こっちでも携帯ありゃ日本のニュースも逐一見れるし、なんつうか思ってた感じと違うっつうか。もっとハワイらしいことしようよ。ハワイらしいって何？フラダンス？やんねえし。ようやく一息つけるね。あ、そういえばカイちゃんのランキング、投票が始まったのって知ってるよね？マジ？あんなに盛り上がってるのに。サイト作った本人でもびっくりしてるんだ。こんなすごいことに参加できるなんて、怪盗団を応援してて本当よかった。それとは対照的に明智いるじゃない、怪盗団反対派の探偵。まあイケメンのメジエド退治で人気も地に落ちたよ。公式ブログも炎上してるらしいし、正義のヒーローを気取ってたくせに怪盗団の正義を見抜けなかった罰だよね。ぶっちゃけ旅行どころじゃないよ。怪盗団のことが気になりすぎてさ、そう思わない？ほんと冷静だよね。こんなすごいことめったに起きないよ。まあでも確かにちょっと疲れてきたかも。寝よっか。それじゃあおやすみ。
遅いよ。どうした？そうだ。